フォーブライトン三笘薫、ドリブル絶好調でも20試合連続ゴールなし矢印これ。クラブ19試合連続0ゴール。代表合わせて21試合連続0ゴール。クラブ5ヶ月0ゴール。代表8ヶ月0ゴール。代表公式戦2年間0ゴール。もともとシュートは下手くそ。毎試合点取ってた頃が懐かしい。対策されたらこれか。もともと三笘の 0.01 無で有名になっただけだしな。サウサンプトン吉田麻也ですら10試合に1ゴールぐらいしてたのに。ドリブルがちょっとできるだけのおっさんがビッグクラブに移籍かみたいな報道してるのははっきり言って異常だ。通用しなかった扱いのマンチェスター香川、成績26試合6得点3アシスト。日本代表も弱いし普通に暗黒期だよな。ネームバリューだけはある感じの。去年とかすぐ対策があって言ってたけど、そんな簡単にやられるもんなんか。長年無双できたメッシとかクリロナって負け者なんやね。サイドのドリブル突破だけなら世界の5本指に入る。クロス、シュートは三流。三笘のドリブルって視覚的にゴールに近づいてるからチャンスに見えるけど、角度がないからクロス上げてもシュート打っても相手に当たるよな。あの縦にドリブルでえぐってからの適当に入れるマイナスのクロスって全くゴールに繋がったことないけど、そろそろ現地ファンにも単なる曲芸やとバレてないんか。いや、さっき点取れてたじじってドリブルで全く抜けなくなって、ずっと中央にポジション取ってたからなの忘れたのか。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。